ようこそいらっしゃいました。舞踏会に招待されたものだ。招待状を拝見します。結構です。ビーゲルバット様は中の庭園でお待ちです。オウムの仮面の方を探してください。それから剣はこちらでお預かりします。わかった。素晴らしい夜をお過ごしください。素敵なところね。町の外に出るのは何年かぶりだわ。だってどうして彼があんなアバズレ女と。モーリッツ、ここで何してるの？これはメリーゴールドじゃ。優雅な会になると思っていたのだが。私もそう思ってたわ。でも今はそれは置いといて。ノビグラドから脱出できそう？よければ一緒に。一緒に？他に誰が一緒なんだ？あなたの仲間もいるわ。みんな集まったら私が連れて行くから。君が？勘弁してくれメリーゴールド。アバズレについていくのはごめんだ。さらばだ。感じの悪いやつだな。どうして話しかけたんだ？昔の友達なの、モーリッツ・ディーフェンゼル。詳しい話は今度ね。それが年長者に対する態度か。無視は良くないぞ。何かの間違いですわ。あなたを存じ上げませんもの。バカを言うな、ビビアン。その髪が見間違うものか。高貴な令嬢を演じているが、お前などあの、なんとか男爵が引き立ててやらなければ、今もただの。いい加減にしろ。ご婦人は嫌がっている。こいつは誰だ？新しい男か。前のより年を食ってるな。全身シワだらけでカビが生えてそうだ。じいさんの方が金の払いがいいというわけか。行こう、トリス。騒ぎを起こしたくない。ビビア、おい。パシフローラの外れでバシャバンをしていた頃はいい女だったのに。戻ってこい、ご主人。最低ね。話は終わってないぞ。なんてことなの。わあ、見て回りましょうよ。調子はどう？誰が勝ってるの？お、新たな挑戦者か。さあどうぞ。デバノン卿が抜けて席が空いたところだ。彼はもう戻らないだろうしな。何があったんだ？自分を痛めつけないように親切な人たちが連れ出した。どうだ、勝負するか。ブラジミールド・クレト辺境伯が相手だ。負けても金の心配はないから無茶な勝負をしてくるぞ。よし、やろう。
さあ、もう一勝負やろうか。いいカードが来ている時はチャンスだ。その波に乗れ。次の相手はゴムシーリング伯爵だ。彼の父君は賭けでニムナル渓谷にあった土地を手放したが、息子はどうかな。ただし見くびらない方がいい。やけになった相手は怖いぞ。よしやろう。さあ、もう一勝負やろうか。いいカードが来ている時はチャンスだ。その波に乗れ。マリウス・フローリン卿だ。ズーグルの骨製の魔除けのおかげで負け知らずという噂だ。迷信だと思うがな。よしやろう。
素晴らしいな。幸運の女神が微笑んでいるぞ。彼女は自分のものでした。